東京オリンピックの閉会式から一夜が明け、空港には朝から多くの選手の姿がありました。今日だけでおよそ1万人が日本を離れます。今アーティスティックスイミングの日本代表選手たちでしょうか、選手村から続々と出てきています。閉会式を終え、選手村では朝から荷物を持った選手らが次々にバスに乗り込んでいきました。午前10時半の羽田空港です。大きな荷物を持ったイタリア選手団がこれから出国手続きをしていきます。組織委員会によりますと、今日だけで選手や大会関係者合わせておよそ1万人が帰国する予定で、出国のピークだということです。代わって24日に開幕するパラリンピックで事前合宿を行う選手団が到着し始めています。